はい、どうも、僕です。ということで、今回も、ドラゴンクエストライバルズやっていきましょう。ということで、今回のデッキは、タイガー・ブオーンということで、今回は、キング・レオとブオーンのデッキを混ぜ合わせたデッキを作ってまいりました。ということで、今回は、エイトを使った軸となっておりまして、まあ、テンションとかを使うことによって、最終的にブオーンのコストを下げていこうというのが、主な動きとなっているんですが、その裏で、まあ、テンションを上げられる作戦を持っている可愛いモーモンとか、まあ、作戦系だね。作戦系のジャイアントバットとか、エルギオスを使うことによって作戦の回数を増やしていって秘密裏にキングレオのコストを下げていくというのを作戦のうちとなっております。ということで、まあできればテンションを上げてブオーンとかを出してもいいんだけど、その間にもしも相手の HP を削ったりできたらキングレオで一気にリーサルを決めたりだとか、あとキングレオで除去ってもらったりだとかをすることによってブオーンだけではなくキングレオも活躍させることができるデッキとなっております。さらに作戦にはテンションを上げてくれる作戦や HP を回復してくれる作戦がありますので、まあ、8デッキとも非常に相性がいいんじゃないかなと思っております。それでは早速やっていきましょう。レッツラゴー。よし、やっていこう。こうこう。そしてカードはまあ、いろいろあるんですが、これは全部交換しましょう。さあ、そして来るカードはエルギオス、キラーマシン、そしてニマ大使ということで、いやコスト高いなぁ。いや、さっきクレフトとかテンション系があんまなかったんで交換したんだけど、いやテンションじゃない上にしかもコスト高いと一番最悪な展開になってしまったんですが、さらにライドストーリーではまだテンションアップします。でエンドを守る。いや今回ね、皆さんもしかしたら察したと思うんですが、後付けの僕です。なのでもう何が起こるか大体分かっていると言いたいところなんですが、全然覚えてないね。さっき1時間くらい前に撮ったのにもう何にも覚えてない。記憶力がなさすぎる。さあ、まずはここで8を使って、おてんば姫を使います。さあ、まずは香水のセイダー用の8を使ってからのジャイアントバットからのストレートパンチ、そしてもう1枚来るんで一応見ておきましょう。さあ、そして来るカードはおスマイルロック。これだったら出しておいてエンドを守っておきましょう。まあ、テンション上げてもよかったんだけど、スマイルロックは生存したらテンション上げることができるんで、できればスマイルロックでテンション上げていって、で次のターンポンポコダンキ出しつつテンションアップをしていけば4ターン目に結局テンション使えるんで、かなりいいんじゃないでしょうか。いやこれ強いね。やっぱりテンションを上げられるカードが、おーニコスで終わりは激アツ。さらにマルティナ姫、まずは2点ダメージを与えてテンション上げて、さらにポンポコダヌキを上げてテンションが上がるようにしつつさらにテンションを上げてエンドを守るといきましょう。噛みすぎ。なんだ、どうした僕、過去の僕どうした。青なん急な謎の間が怖すぎる。いやね、あれなんだよね、前回か前々回、いやてかあれだね、前回のバトルローガでなんか5デッキくらい余ってるみたいなこと話したんですよ。でそのまま結局ね、なんだっけ、診断の情報についてやばすぎる。まあ、なんとなく察してはいたけどね、ゼルドラドなんじゃないかなと、まあ、なんとなく察してはいたが、それは最悪すぎ。さあ、そしてここでテンションが上がっていく。使えるんで香水使うか、気合い出てくるよ。ただここはカードの枚数がちょっと多くて溢れちゃうんで、まずはジャイアントバード&ここはまあ暴れざるでいいかな。さあ、謎の通信がかかります。そして来るか、作戦まあ、テンションかな。とりあえずちょっと微妙なのが多かったけど、まあ、とりあえず暴れざるを使って、残りまだ1枚分ねあれなんで、できればここで1コスのなんかさっきで言うなんだっけ、あれスマイルロックあたりが来てくれたら最高なんですが、特訓場最高からのストレートパンチ、これはね特訓場でいいんじゃないかな。さあ、そして来るカードはクリフト。なるほど、ここは特訓場使っちゃっていいよね。まあ、一応ね10枚なんで溢れちゃう可能性があるので、とりあえずここは一旦魔法の生成を使ってカードが溢れないようにしておきつつ、さらにテンションを上げていくと。で何の話してたっけ、私のターン何の話、診断の話だっけ。なんか診断をやって結局ね、あのデッキ作ってないじゃない、なんだっけ、使ってなかったんで、まあ、その分余ってたってことで、診断が始まる前にね消化しておこうということで、今回こちらのデッキ使っております。ここで癒しをあなたに相手使ってくるかな。相手まだ全然使ってないけど、まあ、こっちが攻撃するんで使わない可能性もあるけど、6ターン目で使わないんだったら全然ありよりのあるよ。どうど、まあ、どっちでもいいんだ正直。回復もめんどくさいし、でもここでレベル上がんないのもまたそれはそれでありなんで、どっちでもよき。僕としてはもう、お、まあ、できれば使ってほしかったけど、スマイルロック悪くないね。まずここはライノストレーダーを使ってテンション上げつつ、さらに、ここはね、ニマ大使用に取っておきたい気持ちもあるけど、特にやることがないんで、スマイルロックを出します。そしてテンション上げないと、まあ、上げるか。さあ、ここで、ストレートパンチ使ってもいいんだけど、どうせ回復されちゃうんで、とりあえず2点ダメージと、あとカードはね、どうせ溢れそうになるんで、暴れざるは適当な攻撃をしてもらいつつ、テンションアップをして、やるよね、さすがに。お？
あ、テンションアップします。もう自分が自分だけど自分じゃないからもう不安になるのよ。全然違うことしそうでさ、マリンスライムゲットしつつさらにストレートパンチ、悪くないね。まずはここでターン終了、さらにテンションが上がってくる。テンションが止まらねえよ。さらにスマイルロックもいるんで、ここで生存できたらもうテンション高すぎぶっ壊れ状態なんですが、今大使はねユニットがいないと使えないんで、できればまだ使う、まあユニット出してくれたら全然使うんだけど、出てこなかった場合に関しては今大使使うことがないので、まあ、そうなった場合はキラーマシーンとかクリフトとかマリンスライムあたりを使っていこうかなと思うんですが、さあここでゼロの宣伝、しかしここに使ってくれるのはありがたい。さあなんだ、まあ、一応 HP1 余ったんで全然大丈夫なんですが、なるほど、毒矢頭巾、まあ毒矢頭巾ここで使ってくれるのは非常にありがたい。そしてまあゼルドラードと見て間違いはないでしょう。そしてピサロの手先、これ結構いいんじゃない。ストレートパンチ皆さん見てください、3枚ある。なんだこの手札は、もう狂ってやがる。さあブオン、まあ、言ってしまえばねストレートパンチだけでも倒すことはできるんですが、まずは任務対象を出します。なんだい、値の助けが必要かい。値っていう一人称じゃなかったら可愛いんだけどな。さあということで、ここでまずはスマイルロックで、ここはね確か毒矢次に攻撃したような気がするな。まずはストレートパンチであれ何、ピサロの手先を除去っていきつつ、さらにピサロナイトが出てくるんで、スマイルロックで攻撃してまず片方を除去る、そしてテンションアップをして、さらにテンションアップをすることによって闘魂打ちでもう一体も除去っていくと、そして残りのユニットでフェイスを攻撃。いや待って、戦えてるな、みんな見てくれ、投稿地戦えてるぞ、みんなガチデッキに戦えてる。さあしかもここで飛び蹴りが来ましたが、まあ溢れることはないんで、とりあえずはここは放置でいいでしょう。まあここがもし今10枚手札あったら、飛び蹴り適当に使ってたんだけど、一応ホメロス様が来る可能性も全然あり得るので、まあ念のため使わないでおきましたと。さあ残り相手8コスト、ゼルドラドを使うにはまだ MP が足りないんで大丈夫だと思うけど、さあお苦しむがいい、しかしあがいているのはどちらかな。むしろお相手氏の方が、おっと、しかもここで裁きを彼らにがないのも明らかとなりました。さあ闇への供物じゃない、なんだっけ、我が血族が出てきました。さあお、それは悪くないな。ここでわざと使うということはゼルドラドがない可能性も結構高いと思われる。しかもレベルもアップしたい。さあここはまず5点ダメージ確定からのアバレーザル、もうやばすぎる手札が。とりあえずやることがあんまりないんだけど、ここはまあやることないときは困ったらエルギオスみたいなとこあるんで、エルギオスを出しておきましょう。全ての罪に裁きを下さん。めちゃめちゃかっこいいことを言っているようですが、実は昔浮気をされたと勘違いして、なんか世界滅ぼそうとしてよくわからんやつです。さあということで、ここで能力が上がりつつ、さらにここはここで待ってねで仁王立ちを付属。そしてこれはとにかくでいいかな、特にやることないんで。さあということで、これで511の仁王立ち、いやいやげつねえよでこれであれだね、手札も溢れることないんで、これで大丈夫とマナティ V という感じですが、まあ、これここまで来たらね大丈夫そうな気はする。ゼルドラドもあと1ターン足りないと思うんで、まあ、魔力解放とかがあった話は別だけど、まずい気がすんな、おいまずい気がすんな。ただ皆さん、僕にはキラーマシーンとストレートパンチがある。これだったらまだ全然可能性はありけりなんじゃないでしょうか。さあまずここの2体がやられちゃうんですが、しかしながらエルギオスに関しては攻撃が4になったのと毒を受けた以外には特に効果はないので、まあ、生存はできると。でまあフェイスはまあ25あるんで、一応そんくらいのダメージだったら、まあ4ターンくらいは生存できるんで大丈夫でしょう。さあエルギオスがダメージを食らうが、ここに来てのジャイアントバットだっけ、こいつのテンションアップが効いてくるとめっちゃ簡単だ。ここで特訓上悪くないね。しかしなんかここはまずキラーマシンを使って2点ダメージを確実に与えていく。さあここで何が来るかな、おまあ、とりあえずバッチリかな。そしてここでエルギオスをあれだね、ゼルドラドに当ててストレートパンチを使うことによってしっかりと除去っていく。そして残り3コストなん、あ、2コストか、2コストなんで、とりあえずスキルブースト発動させておきたいからマリンスライムを使うかな、使うね、 OK。 一応プオン使うのも全然ありだったんで、そっちかなとも思ったんですが、ここはしっかりとハゲジジを使っていきましたと。さあこれでエンドを守るといきましょう。あ、もしかして飛び蹴り使うか、どちら、僕そこまで覚えてないよ。お、エンドか、どちら、迷ってんね、迷っているがしっかりと僕だった、しっかりと迷っていた僕だったわ。やっぱりここで飛び蹴りを迷うのは僕だな。これ完全にもう僕以外がやったとかいう言い訳はの通用しません。うん、すごい噛んでっけど。なので、ここでとりあえず
はいはいはい、あ、これあれかな、あのエスタークかな、さ、生贄を使ってカードを引いていく。しかしながら、まあ、正直ゼルドラドがいなき、なき今、もう僕らの勝ちは確定したと言っても過言ではない。なぜなら皆さんこのキラーマシンの4号やばくない、もう今14点ダメージ出るの確定だからね。しかもストパンと闘魂ジャースたらやばすぎ、やばすぎる。まあ、ただ3人でしょ、まあ、なんとかならんことはないんじゃないかなと思ったんですが、絶望の再来も絶望しました。それはさすがに僕も絶望。しかしながら、まあ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 と言いたいところだったんですが、毒青虫でさらにやられていくと、もう本当にあがきが、あがき苦しむがいいって、あがいてのそっちでしょって思うってしまうほどにめちゃめちゃあがいてくんね。しかしながらこっちはまだ3点ダメージあるので、とりあえず HP9 は確定。そしてライノスソルジャー、まずはここでクリフトを使って HP を上げることによって、毒でやられることはなくなったと。魔族の応用からのプオーンで、これでキングレイを持ってくると。作戦で今何コストかわかんないけど、まあ結構コスト減ってると思うんで、これで何コストになってるかによって結構変わってきます。さあプオーン頼む。ただエルギオス使ったんで9コス以下なのは確定。さあなんだ、頼むプヨン、どう、素晴らしすぎる。みんな6コスト、そして闘魂打ち、さらにここでライノストルジャーを出すことによってゼルドラドが来ても確定で生き残ることができる。闘魂打ち、さあここでライノストルジャーを多分出す。ストレートパンチ、まずはライノストルジャーを出します。これなんだ、ストパン使うかな多分。さあここで、あ、特訓状か、まあいいや、とりあえず特訓状使ってエンドを守る。これによって、あ、なんだ、あ、そっか、あれか、ホメロスケアをしておきますと。さあこれでとりあえずあれだね、キングレオを使うことによって7点ダメージなんで、相手が回復しない限りは僕の勝ち確定盤面。いや強すぎる、なんだこのデッキは。さあキング、え、待って、でもゼルドラド相手にさ、この差は強くない？言ってしまえば、え、お世辞なしでマジで強い気がする。さあこれでキングレオで7点ダメージもいけるし、あれだね、あと闘魂打ちで2点ダメージ、ライノストルジャーで4点ダメージ、まあゼルドラドが来たら3点ダメージで、ストレートパンチを使うことによって2点ダメージもあるんで、ここでお相手がしっかりとゼルドラドを出してくれれば、普通の人だったらね、あがき苦しんでしまうかもしれないが、僕らはむしろありがたいといったところですね。さあ頼む、ゼルドラドをしっかりと出してくれる。さあ行きましょうか、ファイナルターン。さすがにこれでひっくり返されることはないと思う。さあこれでみんな毒になっちゃいまして、クリフトもキラーマシンもプオーも全員やられてしまうが、しかし僕の手札にはキングレオがある。さあこれでしかもライノストルジャーも生存していく。いや強いな、ここがね、やっぱライノストルジャーの強いところよ。 HP が高いから確実に生き残ることができる。さらにクリフトのおかげでダメージも食らわない。さあこれで4点ダメージを食らったものの、僕のキングレオが今から火を吹きます。さあ一見ブオンデッキと見せかけて、本当のところはキングレオも入っている。これが非常に強いところ。さあ行きましょう、キングレオの速攻7点ダメージ。対戦ありがとうございました。